こんばんは。5月1日、午後10時30分を回りました。ちょっと雑音が入ってますね。音声大丈夫かな？4語頻語の夜、第170回。今夜もどうぞ、よろしくお願いします。今日から5月ということで、もう、衣替えというか、半袖着てます。焼酎の黒霧島の、T シャツ、あ、ここね、黒霧ってここに書いてるんですけど、ユニクロの UT という T シャツシリーズで、黒霧島と赤霧島のシャツがあるんですが、赤も黒も持ってます。結構ね、気に入ってるんですけどね。まあ、焼酎好きなんですけど、最近は自分の家で飲むことはほとんどないんですね。まあ、たまにというか、年に何回かな。まあ、夜こんなような放送してますんでね。ほとんど夜は出歩きませんし、まあ、忘年会とか、あと夏に一回、同窓会ぐらい、年に2回ぐらい。まあ、最近飲む機会はだいぶ減ってますけど、学生時代は沖縄にいまして、泡盛を飲んでましたね。泡盛は焼酎に比べて飲みやすくて、二日酔いしないし、割り酔いはしないんで、もうガブガブ飲んでましたね。まあ、焼酎は霧島、僕ね、霧島よりももっと好きな焼酎があるんですよ。エビの市の方に、明月という焼酎があるんですが、小学校の教員で、県内を点々と回ると、その土地に、昔からある焼酎があるんですよね。日南で言えば、帯杉とか、で、海老野が、あ、明月ね。日向の方が、憧れとかね、いうのがあったりするんで、結構ね、土地によって、焼酎若干違うんですよね。僕は明月が1番。2番が黒霧か。3番は日向小引き天孫降臨かなっていう感じです。また、飲みに行きたいなぁと思っておりますが、なかなかね、お金がないんでね、飲みに行けません。まあ、世の中は、昨日その前から、4月29日から、ゴールデンウィークということで、初日、宮崎では、第16回、宮崎国際音楽祭が始まり、そのオープニングイベントとして、立花通りをメイン会場にして、第6回の宮崎国際ストリート音楽祭が行われました。その模様を、4本ぐらいに分けて動画で紹介してますんで、また後ほど、YouTube の方をご覧ください。昨日は、au さんとのトラブルで結構あって、どこにも行ってませんけど、今日はですね、5月1日日曜日ということで、県庁前、宮崎県庁前に、楠並木通りという通りがあるんですね。そこで、朝の8時からお昼の12時ぐらいまで、朝市が行われてます。第1、第3、日曜日。で、たまたま、まあ、今回ゴールデンウィークと重なったもんでね、朝市があったんですが、久しぶりに、その朝市に行きました。というのも、夜寝るのが遅いんで、動画編集関係で、ですんで、なかなか早起きができなかったんですけど、なぜかね、今日は6時30分ぐらいに起きました。寝たのがね、3時でした。睡眠時間3時間30分程度なんですけど、なんかガバッと起きて、で、ちょっと au ショップにちょっと用事があって寄って、でその後、朝市に行きました。県庁前、立花通りから県庁に向かう通りが、ずーっとクスノキが植えてあるんですね。その楠並木通りが、結構日差しを和らげて、夏なんかでもね、まあ暑い日差しを和らげて、まあベンチに座って、のんびりと過ごすことができると。まあ夏でも暑いからね、日差しが遮られ
遮られても、まあ暑いし、まあ今が一番いい季節かなというとこですね。まあその中で朝一があったんですけど、まあ、ビデオカメラ持ってずっと、撮っていたら、あるお店の方から、大谷さんという声がかかりました。去年の校庭駅の際の、ボランティア活動でお世話になった方がお店をやっておりまして、染め織のお店をやっておりまして、そのお店が久しぶりに楠並木の朝市に来ましたということで、ちょっと寄りました。で、そのお店がね、ちょっと紹介しようかなと思うんですよ。結構ね、これ皆さん知らない、僕もね知らなかったんですけど、染織の児玉さんというお店が販売している、宮田県産の、天然醤の、楠並木通りという商品があるんですけど、楠木醤のとは何でしょうかということで、一応これパンフレットをもらったんで、これを紹介したいんですけど、樟脳っていうと、まあ、昔から防虫剤として、まあ、使われていますよね。まあ、今ほら、タンスにゴンとか、化学製品のものを使っているのが多いんですけど、昔は樟脳を使ってたんですね。まあ、その樟脳はですね、楠木っていう漢字は、木偏に南っていう漢字なんですが、もともと、樟脳の樟、木偏に、第一樟、第二樟の樟ですよね。で、楠木は、その樟脳の樟っていうのが、正しい名前だそうです。で、樟脳の脳っていう、人間の脳みそ、脳ね。この脳の文字には、草木、草木の芯という意味があるそうです。その名前が示す通り、樟脳というのは、楠木から取れる香りの成分です。はるか昔から、防虫、防腐、消炎、または香料として活用されてきました。まあ、衣服に染みついて長く取れない匂いではなく、風にさらすと、スーッと消える爽やかな香りです。または、金糸、銀糸、金の糸、銀の糸を、の色を、変えませんと。松ヤニ由来の油から合成された、樟脳もありますけど、まあ、このお店が販売しているのは、いわゆる天然の樟脳、天然の楠木を使った樟脳ですと。いうことですね。今、さっき言ったタンスにゴンとかいうのは、パラジクロロベンゼン、またはナフタリンを主成分にしていますけど、まあ、これ大量に安価に売られてますんで、まあ、体への害が問題視されてますと。やはり、まあ、人間の体に優しい天然の樟脳を使った方がいいでしょうね、ということをお話してました。その天然の樟脳なんですが、なんとね、この資料によると、その生産地は福岡県と宮崎県、それが世界一の、樟脳生産県だそうです。もうこれ初めて知ったんですよね。その中でも宮崎県産天然樟脳はちょっとね、宮崎の日照時間が結構長いんで、まあ、宮崎のね、あったかい気候をもとに、育った楠木を原料にして、すべて地元の業者の方で、作ってるそうです。今ね、ここね、この部屋、防虫剤なんですけど、話を聞いたら、芳香剤としても使えますよと言われたんで、今この中、その樟脳の匂いがするんですけど、これ、このようなかわいい香料袋、匂い袋の中に、その天然クスノキの樟脳が入っているんですけど、まあね、
校ってやると、まあ、きつく匂うんですけど、高いところに置いたら、小脳というのは、高いところから下の方にずっと比重が重いんで、押していくんで、割とお部屋の高いところに置いていくと、クスノキの小脳の香りがプーンと匂うんで、なんだ、あれほら、ピトンチップというやつ？森林浴をするときに、草や木の出すいい匂いがしますよね。あのような匂いに近いですね。ですんで、ちょっと、癒されてるっていう空間の中で、今、作業を行っておるとこです。まあ、世界一の小産犬、世界一の、小の、生産犬ということで、福岡県と宮崎県というのをこれ初めて知りましたね。これからそういった、天然の小脳も使ってみたいなというふうに思います。ということで、そこの、染め織の小玉さんというとこが出店していたお店で、2個入りで525円という、くすなみき通りという天然小脳を買って帰りました。結構いろんな商品があるそうなので、インターネットのホームページにも載ってるそうなので、染め織小玉という名前で、検索すると出ますので、調べてみてください。ちょっと宣伝しましたけど、どうぞよろしくお願いします。で、その後、ちょっとね、ずっと以前から取材をしたいなと思ってた場所があったんですね。日南ダム。です。そこに行ってまいりました。ちょうどゴールデンウィークということで、日南ダム訪れる観光の方も多かったですね。近くに、道の駅がありますんで、道の駅に寄ってダムに来るとか、ダムに行って道の駅に行くとかっていうルートで、一応日南ダムも観光ルートに入ってるんですね。日南からですね、ずっと山の方に入っていって、帯を越えた酒谷という地区に日南ダムがあるんですね。で、先日、なんちかな、4月の下旬に30ミリ以上の雨が降りますという天気予報で、まあ、都城の方では、新森岳の土石流の被害があるということで、一時避難勧告が出たんですよね。その日に、割とまとまった雨が降ったんですね。それで、どのくらい水位が上がってるのかなということを、確認するために、ダムの様子を見に行きました。もうこちらも動画の方に紹介しているんですけれど、そんなに上がってるような感じではなかったですね。まだダム湖の底が、見えてる場所が、だから脇の方が、干上がってるような感じで、枯れた、草木の枝が、ありましたね。で、あそこの日南ダムの周りは、自然公園になってるんですよ。で、ダムの上を車が通りますんで、ダムの上、ちょっとした道があるんで、ずっとダムを越して、ダム湖の周りの方に行きますと、自然公園みたいなところがありました。そこずっと車で行って、で、車を止めて、で、ダム湖の方に降りて行ったんですけど、遊歩道と遊歩道をつなぐ浮き橋みたいなやつ、ダム湖の上に、フロートの上に浮いてる橋、浮き橋があれがあるんですよ。それがね、水が干上がってるので、地面の上に橋がボーンってあったんですね。でも一部、橋が壊れていて、で、そこは立ち入り禁止になってました。ちょうどダムの奥の方なんですけど、まあ、奥の方は、もう、ダム湖の、底の方が見えていて、浮き橋も完全に地面の上に乗っかっていると。いう状況でした。まあ予想以上に貯水量というのは増えてないんだなというのが分かりましたね。
でもね、なんていうか、自然公園ってあまり誰も入ってないみたいですよ。僕一人で、他は誰もいなかったんですね。あそこは非常にいいですね。街中の、喧騒を離れて、一人ゆっくりと、のんびりと過ごしたい方はね、ああいった場所に、まあ本を持ち込んで、あと、水筒にコーヒーなんか入れてね、ちょうどね、屋根があるような、屋根がついてる東屋っていうか、椅子があって、くつろげる場所が何箇所かあるんですね。まあ、そこで、水筒に入れた、コーヒー飲みながら、本を読んだり、あとサマーベッドを持ち込んできて、森林浴をするのもいいのかなと思いました。聞こえてくるのは、小川が流れる音、あと、鳥の鳴き声、まあ、ウグイスはもう鳴いてませんけど、いろんな鳥の鳴き声が聞こえてきて、ゆったりと過ごすには非常にいい場所かなと思いました。でもね、まあ、雨が降らないと田植えもできませんしね、農作物の被害もあるんでね、まあ、難しいとこですよね。まあ、大雨が降ると、今度は都城の方は土石流の災害が起きるということでね。まあ、恵みの雨でもあったり、災害をもたらす雨でもあるんで、ちょっとバランスを取るのが難しいですよね。まあ、ちょうど日南ダムのところ、ダムの端から端に、鯉のぼりがかかっていました。何匹いるのかな？100匹ぐらいはいると思うんですけど、そのダムの端から端を元気よく泳いでいました。まあ、家族連れの方が結構多かったですね。あそこもずっとその自然公園に行く道もずっと夕方も空いてますんでね。まあ、日南ダムに行こうかなっていうお考えの方は、ぜひダムの奥にあります、公園まで足を運ぶと、良いかなと思います。というとこで、今日は、午前中は、砂神酒通りに行って、で、日南まで、油津までやったら、1時間ちょっと、1時間10分ぐらいで行くんですが、油津からまた、あがたを通って、帯状で有名な帯を通って、そのまた奥なんですよ。だから結構ね、1時間半ぐらいかかりますね。で、酒田にはまだ道の駅があるんで、結構あそこの道の駅は人気があって、あそこね、うどんが美味しいんですよ。で、うどん食べに行こうかなと思ったんですが、もう車が満車で人が多くて、もう食べれずに、セブンイレブンでおにぎりを買って帰りました。まあ観光に行く分に関してはね、まあ、楽しめますけどね。まあ、そこで生活している方にとっては、まあ、早く雨が降ってもらわないと困る状況かなという感じでした。はい。まあ、僕はゴールデンウィークは何の予定もなく、明日2日は何も入ってないのかな。まあ、何も入ってないけど、まあ、新聞を読んで、こんなイベントがありますよというのがあれば、もうフラッと行って取材しようかなと思っております。まあ、3日の日は火曜日はパソコン教室が午前中入っているんでね。パソコン教室が終わった後、まあ、近くの、公園なんかでブラブラ過ごそうかなという感じですね。皆さん、どのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。ね。怪我も事故もなく、まあ、楽しくゴールデンウィークを過ごしてください。よいしょ。あとはね、もう特に今日はそんなにお話をすることはないんですけど、やはりね、ガラケー、これいいですね。もうイライラすることもなく、快適に使えてます。もう当分、もう、これで行こうかなと思ってます。だからスマートフォンのことはもう頭から外して、もうイライラすることもないのでね、まあ電話に振り回されずに
毎日を過ごせればいいかなと思います。あ、そうそう。今、ゴールデンウィーク期間中なので、宮崎県庁の本館の知事室が一般公開されてます。だけど、言っていいのかな。誰も来ません。誰も来ないと言ったら、来ないと言ったらあれだけど、少ないです。やはり。県庁本館の入り口には、相変わらず、こって手を広げた、おでこの広い、元知事のお人形が、まだ立ってます。特命大使というような、たすきをかけて、立ってますけど、その元知事の人形と、写真を撮る方はいらっしゃいますけれど、それから、県庁本館の2階に上がって知事室に向かう人は少ないですね。なんか寂しいなぁと思うんですけどね。去年の今頃はバスが来る団体さんが県庁本館に入ってきて、知事室も、ひっきりなしに皆さんが見に来るんでね、守衛さんなんかも大変ですよと言ってましたけど、今回は守衛さん暇でボケーっとしてましたね。知事室の方に入っても、もう元知事のパネル人形も何もありません。河野知事のちょっと大きめの写真が2枚ポンとあって、あれ、なんであるのかなと思ったんですけど、で、あとは、知事が座る机と、ソファーとかがね、あるぐらいで、昔に比べると、とか去年に比べると、やはりね、まあ、しょうがないけどね、なんか、知事室公開する意味があるのかな、という気もしたんですね。まあ、玄関の元知事の特命大使の人形がね、見れれば皆さん気が済むんでしょうね。ということは、まだまだ元知事に頑張ってほしいというような声もあるのかなという気はしますけどね。さあ、あの方、今後どのようなことを考えてどう動いていくのでしょうかっていうことを、考えている県民の方はどのくらいいるのかな。もう少ないでしょうね、はい、ということでございました。詳しいことはすいません、動画をご覧ください。今日ね、結構いっぱい動画を作りました。これまで撮った、動画素材を使って、15秒と30秒程度のCM を作ろうかなと思ってます。第1弾が、この4語品語な夜の、生放送の CM、15秒バージョンを、作りました。それも YouTube に上げました。あとは、今日の草並木朝一の様子、知事室の公開の様子、それと別個に、日南ダムの様子を撮りましたのでね。また後ほどお時間がございましたらどうぞ、ご覧ください。ということです。あまりぐだぐだ話をすると時間がもったいないので、5月第1回目の4語品語な夜、この付近で終わりにしたいと思います。また放送に対するご要望、ご意見等ございましたら、Twitter またはメールの方でよろしくお願いします。じゃあ、ゴールデンウィーク、また明日も放送しますので、もしお時間がございましたら、ご視聴の方、よろしくお願いします。それじゃあ、今夜この付近で失礼します。